アレクサンドル・マリノフは、ブルガリアの政治家、サンド首相を務めた、ベルクラード市近郊のパンダクリアの商人の家庭に生まれる、法学者。キエフの大学卒業後、ブルガリアに出国し、裁判官、検事、弁護士として働く。1899年から民主党の国会議員となり、1902年から同党党首。 1908年から1911年、民主党政権を引き、トルコからの完全な独立を宣言し、国王に秘密協定の締結権を付与する1879年のトゥイルノフ憲法の修正案を準備した。1918年6月から10月、連立政権の首相となり、同年のブラ大法規を鎮圧した。1918年10月から11月、 第二次連立政権の首相。1923年6月9日のクーデター後、民主党会派の指導者となり、与党には、川津野党に回ったが、クーデター政権を支持した。1931年春、ブルジョア、ショーブルジョア党を率いる。1931年6月21日の議会、選挙勝利後、連立政権の首相。 1931年から1934年国会議長ありがとうございます。